ここにも。すぐそこの交差点に4つもあるのに、どこもかしこも電話ボックスだらけ。おー、このバスの何とも言えぬ古めかしさ。走ってる車全部かくばってていかつい。あの看板見たことある。昭和タグの解雇動画で見た動画と同じ。信号機も分厚いな。勝手にうろちょろするな、キサラギ。ねえねえ、この頃ってみんなスマホ持ってないんでしょ？信じらんない。どうやって連絡取り合うの？うわ、何あれ、極めつけ髪型すっごい。ああ。ダメ、笑う。何それ、リーゼントっての？昭和おかしい。何笑ってんだ。あ、笑うでしょそれ。お前喧嘩売ってんのか？何それ、しょ、何、あ、キビ、すまない。この子はその少し人とずれててね。ちょっと変人扱い。言ってくれ、後でよく言い含めておく。変な奴ら、たく胸くそ悪い。面倒を起こすな。この時代の理解者の協力で我々はここに受け入れられている。我々は異質な難民ということを忘れるな。私たちを保護する理解者、軍事企業の敷島でしょ。彼らが欲しいのは未来の技術だけだわ。利用されてんじゃないの？君はそこまで知らなくていい。2025年でもニュースで見た会社だ。冷蔵庫からミサイルまで作ってる大企業で、世界中に工場があるとか。桜高校、場所は知っているな。君には同じ学校に通ってもらう。同じじゃない。通ってる子たちはママより年上よ。ここじゃない、私の学校は2025年だよ。元の場所に戻してよ。説明したはずだ、世界は壊滅したと。もしそれが本当なら、ママとパパも助けに戻らないと。戻っても誰もいない。もう手遅れなんだ。時間転移の許可は下りない。それもあいつらの命令。私を勝手にここへ連れてきて、そっちの言葉だけ信じろっていうの？そうだ、我々と退避できた君は少なくとも幸運だ。この目で見てもいないのに滅びました。はいそうですかと信じられるもんですか？この様子じゃ拝み倒しても
元の時代に戻してくれそうもないし、こいつらとの交渉材料が必要ね。何か弱みみたいな。2025年では私は来月16歳になる。でも私がいるこの場所は1985年。私は一体何歳扱いになるわけ？こちらが正式に説明するまで勝手な行動はもちろん目立ってもいけない。ともかく君は学校に通うんだ。わかったね。借りたの？ねえ、その本見てもいい？面白いもんじゃないよ。ちょっとだけ。どれどれ？会社四季報？企業案内に経済誌も。うさみちゃんすごい。キャリアウーマン目指してるの？いや、その大企業の弱みを握って操ったりできないかななんて思って。え？うさみちゃんやっぱり少し変わってる。よくこんなに寝てられるな。ネットがあったらすぐなのに、本で情報集めんの大変よ。ネット？ああ、その大変よネットなんつって。図書館で資料を探して、四季島重工業についていろいろ調べても、株主向けの情報ばかり。当たり前だけど弱みになりそうな情報なんて載ってない。美和子に聞いてもしょうがないけど、四季島重工って会社のことなんか知ってたりしない？四季島、船とか作ってる会社よね。ああ、私の幼なじみに確かお父さんが四季島に勤めてる子がいるよ。なんと。美和子、お願いがあるの。その子紹介して。いいよ。よし。大企業なんて中は大抵不正と改ざんだらけ。弱みに一歩近づいた。幼なじみって同じ学校だったのね。でも来ないね。待ち合わせ間違えてんじゃない？ううん。痛くないとか。ちゃんと伝えたし大丈夫、来るよ。約束は破らない子だから。よう来てやったぜ。あの時のリーゼント頭。ちょっとこれどういうことなの？彼が
幼馴染の尾形念次君。嘘で、美和子どこにいんの？俺のこと好きって可愛い子ちゃん。え、あの、その彼女、うさみちゃん。あ、俺の頭にイチャモンつけたチンクシャじゃねえか。なんだそりゃ。だけど悪口なのはわかるぞ。ちょっと待って、なんて言って呼び出したの？話がある子がいるって。それでなんで告白だと思うの？アホじゃないの？なんだとこら。がっかりさせやがって。いや、それはこっちのセリフだ。喧嘩はダメだよ。いたいた、いないから探したじゃない。今のって、あれ、確かに今ここにいたのに。うさみちゃん、うさみちゃん。よかった、起きないから。死んじゃったかと思ったよ。何がどうなってんの？わかんないよ。何か光ったと思ったらこうなってて。いてて。大丈夫か、リーゼント？俺は尾形念次だ。覚えとけ、チンクシャ。悪かったな、リーゼント。私は如月富。変な呼び方すんな、この甘。喧嘩してる場合じゃないよ。そこら中のビルが崩れてる。これってまるで攻撃されたんだ。何か知ってるの？一瞬のうちに街が破壊されてる。ピカッと光っただろう。核戦争が起きたんだ。核戦争？私たち学校にいたよね。でもここ街の方じゃない？そりゃ多分爆風でここまで飛ばされたんだ。やはりアホだったか。あんたならきっと核爆発にも耐えられるよ。じゃあこれは何が起きてんだよ。ここってもしかして。世界ゴートはそう言ってた。まさかここは。近くらへんね。なんだと？
学校からだいぶあるじゃねえか。何が起こったかは分からねえが、誰もいねえとこ見ると避難したんじゃねえか。じゃあみんなはどこ行っちゃったの？美和子、パパ、ママ。待って、何の音？救助のヘリコプター？いや違う、なんだありゃ。隠れて。虫じゃねえよな、でかすぎる。いたようだ。ここは二人が知ってる街じゃない。壊れちゃって面影がないけど、多分ここは2025年って何言ってんだ。もともとこっちに住んでたの私。あんたから見たら未来人ってこと。うさみちゃん大変、奥にもう一人いたわ。喉が渇いた。先輩どんな感じ？さっきまで苦しそうにしてたけど、今は落ち着いてる。お医者さんに早く見せないと。そうしたいけど、この状況じゃ。こんなになっちゃってるけど、ここが私の住んでた2025年の町。四季島は明治期の動乱に政商として財を成した財閥。就職先人気企業ランキングに常に関連企業の名前が並ぶ。四季島重工は明治に造船所として始まり、後に航空機事業と合併、戦時には兵器製造を中心に発展した。戦後は家電からロケットまで製造する。四季島関連企業の一翼で世界的な機械メーカーだ。東雲先輩も私たちと同時に来たのかな。多分意識が戻れば何かわかるかもね。とりあえずあのバカが戻ったらこれからのことを決めよう。うん。東雲先輩、ゴートと一緒のところをよく見たな。もしかしたらこの人も未来から。お、いたいた。戻ってきたな、この野郎。戻ったぜ、美和子。偉そうに。お前何を怒ってんだ？ちょっと目を離した隙に、あんたが勝手に家に戻ったからこっちはここで待ってたのよ。包帯の2年は？それがまだ起きないの。じゃあどっちにしろ動けねえだろう。そういう態度なわけ。どうだったの？ほれ、まずは飲めよ。壊れた自販機から飲み物くすねてきた。
お前も。ともかく食い物と水がねえとな。缶詰や缶ジュースなら探せばありそうだぜ。あ、ありがとう。喉乾いてんだろ、飲めよ。冷えちゃいねえが中身は大丈夫だ。それ漁ってる時カレンダー見つけてさ、2025年のだったよ。お前の言う通り、ここは未来っぽいな。街はどこもぶっ壊されてて、ここと似たようなもんなんだが、とんでもねえもんがあちこちにあったぜ。とんでもないって？怪獣だ。怪獣が死んでやがんだ。あんたんちどうだったのよ。俺んちがあった場所にゃでかいビルが建ってた。半分崩れちまってたけどな。私の家は？美和子んちは広い駐車場になってた。ママやパパは？40年も経ってんならどうなってるか全くわからねえな。私の家はどうなっただろう。トラックサイズの鉄のゲジとか、ビル並みにでかいずんぐりしたやつとか、至る所に止まっててよ。俺虫ダメだから気持ち悪くて調べてねえけど。それでなんで死んでるってわかるの？ちぎれてんのもあったから絶対死んでるって。なんだよ、あれ見たらお前もそう思うって。私も自分の家がどうなってるのか、両親が無事なのか確かめたい。今度は私が行く番ね。悪いけどここにいて。うさみちゃん。おい待て、美和子は2年とここにいてくれ。私の住んでたマンションこんなになっちゃった。ごめん、だいぶ落ち着いた。もう気持ち切り替えないと。無理しなくてもいいだろう。泣きたいときゃちゃんと泣くべきだ。泣いてなんかないわよバカ。それじゃあそのひっでえ鼻声は風邪か？元からこういう声なの。そうか？1階のケーキ屋さん、洋梨のタルトが美味しかったんだ。よくめぐみと食べたんだ。友達か？うん。めぐみ、町がこうなるのを見てたのね。だからあの時。コートレイヤメ、学校通ってる場合じゃないでしょ。それも40年前の学校なんか。この子たちも
一見同年代に見えるけど、私の時代じゃ50代のおばさんか。不思議な感じ。待たせてごめんね、ミワちゃん。イオリちゃん、どこ行ってたの？ベッド空いてたし、保健室で寝てた。それで6弦サボったの？そうなのよ、びっくりした。授業終わってて、しまったな。後ろの席の同級生だ。のどかだね。しょうがない、他にできることもないし、図書館にでも行って敷島について調べてみるか。しかしスマホないの不便だな。めぐみ、トミ、あんたもここにいたんだね。無事でよかった。めぐみ、私たちの町どうなったの？あんたあの後残ってみたんでしょ？それは教えて。パパとママは？コートの言ったこと嘘だよね。そんなわけないよね。あいつさ、泉だよね。あいつ同じクラスなんだけど、声かけても他人のふりするし、おどおどしてておかしいのよ。なんかあったの？彼は戦いで記憶を失ったの。え、頭打ったとか一時的なやつだよね。二度と元には戻らないって。嘘、あいつ完全に別人じゃん。あんたのことも覚えてないの？諦めるしかないってこと？諦めるわけない。諦めたりしない。できない。ごめんめぐみ、ごめん。先輩、気がついた？そっか、戻ったぜ。私の家だけど、マンション崩れちゃってて。うさみちゃん、やっぱり誰もいなかったわ。きっとみんなと避難してるよ。ほらよ、そこのコンビニで見つけた。美和子も甘いの苦手だから全部やるよ。ありがとう。あー、おいしい。バテてる場合じゃない。元気出てきたかな。糖分補充で復活だ。行くから場所を教えて。え？おい待て、美和子は2年とここにいてくれ。これ見ろよ。
死んでるだろ。森村も恵もあんなのと戦うつもりなの？敷島は明の戦時には、戦後は敷島関連企業。怪獣ってより機械？夏野の話を思い出した。宇宙人が作った破壊兵器かも。何かの操作版？宇宙人の機械にしては分かりやすい形してるな。どうしたの？いや、なんかあの瓦礫の向こうにさ、誰かいたように見えて。どこ？見間違いじゃないの？おかしいな。お、隠れろ、キサラギ。何なの？何をあれ。顔出すな。重工のマークじゃねえか。じゃあこの怪獣みたいなやつら、敷島で作ったってのか。宇宙人じゃなくて人間が作ったものが街を襲ったの？なんで？なんだ今の。方が悪いんじゃないのか。俺がやってみる。こんなのがこうして。役員権限管理者 ID。 ほらな、なんか出た。
役員って敷島の役員？親父が敷島の重役だからか。あんたボンボンなの？うるせえな。2188年だ。敷島宇宙開拓事業。なんだ？事業番号8834、惑星地球化計画。宇宙開拓？惑星って他の星？計画第3工程、地表の造成と改造。超大型自動重機 T シリーズ D800、 ジャイアントモーラー大型地下掘削機。この怪獣、敷島の重機なのかよ。これが本当なら、他の星を開拓するための機械が、なんで過去の地球に現れてるの？わからねえよ。森村も恵美もあんなのと戦うつもりなの？敷島は後に戦後は敷島関連未来の敷島の惑星を開拓する計画。開拓用の大型重機が怪獣の正体。なぜ過去の地球に現れたのだろう。おかえり、うさみちゃん。ただいま。先輩、気がついた？そっか、戻ったぜ。私ちょっと思ったんだけど、私たちがこうなる前、学校にいたよね。学校に戻るべきなんじゃないかな。なんで？そこがタイムスリップした場所だから。元の場所に戻る何かヒントがあったりしないかな。怪獣見てきたけど、あれは怪獣なんかじゃないし、宇宙人の兵器でもないわ。敷島重工製のでかい重機だった。重機って土木工事とかのあれ？それが町を襲ったの？ここよりずっと未来の宇宙計画でどこかの星に使われる予定だったみたいだけど、なんでわざわざ時間を超えてここを壊したのかはわからない。考えてみれば美和子の言う通りかも。森村はいつも学校にいたし、もしかしたらタイムマシンは学校にあるのかも。森村って森村先生のこと？それ胸のでかい保険の先行だろ。彼女も未来人よ。ここよりもっと未来から来たの。マジかよ。学校へ戻ろう。2年どうすんだ、置いてくのか。そうだった。私が先輩についてるから2人で行ってみて。すまねえが頼むぜ。何か分かったらすぐ戻ってくるからね。そんなに急ぐとこけるぞ。道路がボコボコだ。のんきね。道が塞がってて時間食ったから、ちょっとでも急ぎたいのよ。
のでかいロボットも怪獣の仲間か。違うよ、これは13番騎兵ってロボットで町を守るために戦ったのよ。怪獣相手にロボットか。さすがに未来だ、ぶっ飛んでるぜ。そして負けちまったわけだ。私がこれを最後に見たのは連れ去られる直前だった。完全に崩れてる。苦労して降りてもあっち側も崩れてる。道を戻って遠回りしかねえぜ。こりゃ美和子が心配。一旦帰ろう。私が連れ去られる直前だった。頼むから手を焼かせるな。来たまえ、避難する。もうちょっとだけ待ってよ。ママも一緒に行くから。ダメだ、行けるのは君だけだ。もうダイマスの進行は始まってる。いいから来るんだ。嫌よ。ここはもう攻撃圏内だというのに。出るには早いぞ。重郎だ。イズミ、このまま奴らを迎え撃つ。なぜお前が乗っている？13番騎兵は誰より僕がうまく使えるからさ。急がせて悪いが時間はないぞ。ママを見つけてからよ。森村先生、作戦変更よ。泉十郎が出撃した。彼のナノマシンはそれほど持たない。実験を始めないと間に合わなくなる。避難は後回し。急いでその子を連れてきて。